海上工業地区は、朝鮮民主主義人民共和国南部の海上志向外にある経済特別区である。南北融和の対応政策の一環として、地区内に海上工業団地が開発され、大韓民国企業運営の工場が2016年2月10日まで創業していた。北朝鮮の第三大最高指導者の金正恩は大量の 資金稼ぎになって北朝鮮の国益になった上に市場を廃した国民管理の理想だとして内陸部にも14カ所の経済地区の増設を命じている北朝鮮が土地と労働力を韓国が技術と資本を提供して海上に一大工業団地を作るという海上工業地区の計画は2000年6月に現代 グループ会長の鄭秀英が平壌を訪問した時に初めて明らかにされ、同月に朝鮮労働党総書記、金正日と韓国大統領、金大中との間で行われた南北首脳会談で合意された。いわゆる太陽政策の賜物であり、南北の歩み寄りの象徴であった。当初の計画では66平方キロメートルの土地を3段階に分けて開発し、 10年後の2010年に2000以上の企業と50万人の労働者により160億ドル分の製品を生産しようというものであった。2002年11月には北朝鮮で海上工業地区法を制定。海上直轄市内の海上市、万文群内の一部が海上工業地区として一般の行政地域から切り離された。2003年6月に3.285。 平方キロメートルを造成する第1期工事が寄港され、2004年末には工業団地に入居した企業が生産を開始、2007年には連結された鉄道による貨物輸送も開始された。開発の第1段階となる100万坪の造成は2011年に完光した。2006年7月の北朝鮮ミサイル問題及び同年10月の核実験の影響で、 北朝鮮の外貨収入源となっている海上工業地区事業について改めてアメリカが主衆国から問題提起がなされるなど北朝鮮情勢の緊迫化に伴い事業の先行き不透明感が増した2007年10月に訪朝したロボ現大統領は第2回南北首脳会談で韓国側が海上工業地区事業を北朝鮮の改革開放と位置づけていることに かねてから中国の改革開放を批判して、鄧小平と対立するなど、改革開放に否定的だった、金正日総書記から強い不快感を示され、ロブゲンは帰国後に海上工業地区事業に関連する統一部のホームページから、改革開放の子を削除させた。2008年のリア・キヒロ政権発足後は、南北関係の焦点の一つとなっていた。北朝鮮側が、 南側の対北敵対姿勢を理由として、強硬姿勢を強め、列車往来の中断、地区内で敵対行為を行ったとの理由による現代画山、社員の拘束などを行った。2009年5月には、海上工業地区に関する特別措置の無効を、韓国側に通知、協議の場で、賃金や土地容量の引き上げを要求している。 2012年末時点の稼働企業数は123社。2012年時点の従業員数は54,234人。従業員の98.6%は北朝鮮側の人員である。2013年時点で、進出した韓国企業の投資総額は5,568億ウォンで、生産額は月4000万ドル。これとは別に、韓国側の公的企業が、 造成や社会基盤整備に5.5兆ウォンから6兆ウォン投資している。一方、北朝鮮側は労働者、約5万3000人分の賃金として1年間に8700万ドルの外貨収入を得ており、経済が劣悪で外貨収入が乏しい北朝鮮にとっては、ドル箱事業である。2013年2月12日、北朝鮮は3度目の核実験を行い、 これに対し国際連合安全保障理事会は制裁を決議。また3月から4月にかけてアメリカ軍と大韓民国国軍が共同軍事演習、キーリゾルブ、ホールイーグルを行った。こうした北朝鮮にとって不利な措置に対し、朝鮮戦争休戦協定の白紙化宣言など、いわゆる瀬戸際外交を展開し、海上工業地区もそのカードとして使われる。 3月30日には北朝鮮が海上工業地区の閉鎖を警告。4月3日には韓国人従業員の立ち入りを禁止し、4月下旬に撤収が開始された。北朝鮮が海上工業地区への通行を制限してから15日目にして、高段の入居企業が海外のバイヤーから納入契約の破棄や投資設備の返還通知を受けた初の具体的事例が現れた。 2013年8月14日に南北両政府が海上工業地区の創業を再開する方針に合意し9月11日に同月16日から韓国企業の創業が再開されることが決定した一時創業停止により損失を被った韓国企業を救済する措置として2013年中は韓国企業が北朝鮮へ支払う税金が免除される 2015年2月には、中華人民共和国は、韓国との自由貿易協定で、海上工業地区で生産された製品の310品目を、韓国製と認定するとした。2016年2月10日、北朝鮮による弾道ミサイル発射実験を受け、韓国政府は、海上工業地区から北朝鮮へ流入する通貨が、兵器開発に流用されることを防ぐとして、 海上工業地区の創業停止と韓国人の引き上げの措置を行った。これに対して北朝鮮は翌11日に朝鮮半島情勢を対決と戦争の瀬戸際に追いやる危険千万な戦線布告だ。絶対に容認できない。と反発し、海上工業地区を軍事統制地域に指定して、韓国側人員の全員追放と資産凍結をすることを発表し、 半門店での南北間の連絡手段も立つと表明した。運用停止以降、海上工業地区内に残されていた資材や車両が北朝鮮側によって無断で持ち出されなくなっていることが確認されている。2017年10月、北朝鮮が韓国との協議を経ず、秘密裏に工場を再稼働されていたことが明らかになり、再開してすでに6ヶ月経っていることが報じられた。 2018年4月、反門店宣言で、海上工業地区内に南北共同連絡事務所を設置することに合意し、9月14日に会所と同時に業務を開始した。設置にあたって、2016年の運用停止以降、中断していた韓国側からの送電が再開されている。2018年9月、第5回南北首脳会談において、経済制裁の解除等、 環境が整い次第、海上工業団地と混合産観光を再開することに合意した。これに加え、2019年2月米朝首脳会談に向けて、核廃棄と制裁解除に関する米朝合意が見込まれたが、首脳会談は合意なく終了。2019年3月には、アメリカと韓国との実務者会談が行われ、北朝鮮制裁問題も議題となったが、 工業団地の制裁解除に関するアメリカ側の回答はノーであった。2020年6月、韓国の脱北者団体が金正恩を避難するビラを北朝鮮に向けて飛ばしていることを理由に北朝鮮が南北共同連絡事務所の閉鎖を宣言し、同月16日に同事務所を爆破解体した。これを受けて韓国は緊急の国家安全保障会議を開催して、 対応を協議した。海上工業地区は、第1段階100万坪のうち、まず2万8000坪について、15の企業を入居させる、パイロットプランが実施された。15の企業のうち、すべての企業が創業を開始している。第1段階の建設費用は2 2 0 5億ウォン、そのうちインフラ施設が1095億ウォンとなっている。現在は、 1> 第1段階全体に対する分譲が行われ、工場建設が順次進んでいた。資金の拠出、設計、分譲は韓国土地公社が行い、施工は現代画ンが行っていた。非武装地帯の北方限界線からわずか 1km ほどの最前線に工業団地が建設されている。北朝鮮が主権を放棄したわけではないので、この工業地区は、 北朝鮮の法律が適用され、かつ実質的な工業団地の運営は、韓国側が行うというユニークな運営形態を持つ。ここでは、すでに約3万名の北朝鮮の労働者と、約1300名の韓国の労働者、技術者が同じ職場で働いている。金剛山観光事業でも、韓国側と北朝鮮側が共に働いている場面が増えてきており、 韓国と北朝鮮の人々が共同で事業に取り組む海上工業地区と混合産観光地区の発展は南北の融和を目指す太陽政策の大きな成果として評価されていた。その一方、海上工業地区で働く北朝鮮側の労働者は韓国側から1ヶ月あたり57.5米ドルの給料が支払われていたが、給料は労働者に直接渡されることはなく、 北朝鮮当局を通して渡される決まりになっている。北朝鮮が労働者に一体どれくらいの月給を支払っているのかは明らかにされていないが、そのほとんどが北朝鮮当局の懐に入っており、核爆弾開発と弾道ミサイル開発資金へ流用されていると推測している。このことから北朝鮮の貴重な外価獲得源になっている。この点について、 アメリカ合衆国から避難が寄せられている。給与の他に、労働者に対して、直接菓子やインスタントラーメンが配給されていた。モデル団地に続いて、第1段階の残りに対する分譲が行われつつ、あった。2005年9月には、一般工業用、地17件、コンソーシアムで6社が加入する、共同家事業団地2件、アパート型工業団地1件の企業、 機関の選定が行われた。現在、14の企業、機関が統一部の事業承認を受けている。韓国企業以外の外国企業は一社も進出していない。2012年にインフラ設備として、韓国からの10万キロワットの高圧送電線や、浄水場、汚水処理場、廃棄物処理施設などが建設され、携帯電話、インターネット用の設備の供用についても、 2013年内の利用開始に合意した。また、通行手続きに関しても、これまで3日前までに、北朝鮮側へ通行する日時の通知し、その時間だけ通行が可能だったが、今年中に電子出入境システムを導入して、通知した当日は時間に関係なく、いつでも通行できるようになる見込みであったが、前日の通り、2016年に北朝鮮の核実験と、 弾道ミサイル発射により実施は無期限延期となった。韓国と第三国が自由貿易協定や経済連携協定の自由貿易交渉を行う際に問題となるのが海上工業地区の製品を大韓民国産とみなすか否かという点である。一般的に考えれば海上工業地区は北朝鮮であり、そこで生産される製品は韓国産とみなすことはできず、 fta の対象外となる。そこで、韓国政府は、交渉相手方から要求される不利な条件を受け入れてまでも、海上工業地区の製品を、韓国製として認めよう働きかけを行ってきた。その結果、東南アジア諸国連合との fta、エフタとの fta、インドとの fta と品目の制限がつくながらも、海上工業地区の製品を、 韓国製と認めさせることに成功するが、一方でアメリカ合衆国との FTA や欧州連合との FTA では合意に達することはなかった。なお、韓国政府は難しい折衝を続けてきたが、一方で海上工業団地の製品が FTA を利用して世界に輸出された実績は2014年段階でゼロであった。ありがとうございます。